はい、ボンバーファクトリープロスタッフデラ先輩にちょっとロットの方の 1,2 本紹介してもらおうかなと思いまして、はい、あのその58の方をちょっと、はい、メガサバさん持ってないロットなんで、はい、ちょっと説明がうまかったらもしかしたら購入してしまうかもしれないので。本当ですか？これは基本的にはダウンショットとか系なんですか？そうですね、ダウンショットでも、はい、あのどちらかというと攻撃的なダウンショットに向いているそうです。攻撃的なダウンショット、はい、というのは、はい、ダウンショットでもスピードの速い釣り、はいはいはい、シューティングとか、はい、かけるような釣りが好きな人は、はい、こちらのショットトリット、はい、SST の方が、はい、やりやすいというか、釣りが上手になってくるとこっちの竿を好むのが多い。ああ、そうなんですね、はい。もう一本の ST の方になってくると、はい、シェイクとか、はいはいはい、あと魚探でベイトを見ながらフラットをするとか、はい、そういった感じの時はこっちの方であのやるといいかと。あ、同じ58レングスでもやっぱりそういう使い分けができる。はい、あ、59なんですね。そっちソリッドが違う。普通のソリッドでシェイクしやすいような、はい、今流行り の、はい、あの中層のホバストとかありますけど、はいはい、それだと、こっちの方が 58SST の方が、はい、そうですね、かける感じもこっちの方があるので、シューティングで魚探見て、はい、やってこれでこうちょっとかけれるとか。おなるほど。やっぱりレングスも、ね、その58っていう長さがちょうど取り回しというか、やっぱ短い方がそういう釣りするのにはいいって言いますもんね。こっちと比べるとちょっとこっちの方が硬く感じると思うんですよ。針があるんで、はい、トリットも短いのでかけていく釣りとかシューティングとか、はい、場所とかだとハンプとか、はい、ボトムが硬いようなところだとこっちの竿の方がやりやすい。なるほど。気になるんですよね、その竿ね。ものすごく気になるんですよね。気になる竿が1本2本3本ぐらいあるんですよね。これはライブシューティングでおすすめ。ありがとうございました。ちょっとメガタマさんもこれちょっとあのシーズン始まったら誰かの借りて一回使ってみようかなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございました。ボンバーファクトリースタッフデラ先輩からなんかちょっとここに来てパーッと竿を見た瞬間になんか一本なんかないって思ったロットがありまして、あのちょっとなんか形的にもなんかあれと思ったんですけど、これは何ロットになるんですか？これは何って言いますと、はい、これは缶釣りロットです。とうとうボンバーファクトリーから缶釣りロットがこれは正式に発売されるということでいいんですか？ボンバーファクトリーから秋ぐらいですかね。秋ぐらいに、はい、それは缶釣りロットが出ます。おお、はい、これが、はい、長さが6フィートの L、はい、でソリッドティップが入っている6フィートの L でソリッド、はい、使用用途としては、はい、プラグ系、プラグ系、はいはい、プラグ系の釣りに向いている。もちろんスプーンもできますけども、はい、ちょっと抵抗あるミノーとか、はい、プラグ系におすすめのものです。ちょっとびっくりしたんですよね、それが並んでたのを見た瞬間に。実は結構人気でして、イベントで結構もう受注も入ってます。あ、やっぱバース屋さんが作るトラウトロットっていうところでなんか面白みもありますしね、やっぱり。ちなみにそれはとりあえずはその1本だけでいって、このなんかこうレングス違いとかなんかアクション違いで、まず最初はこの1本から、これからまた出るかもしれない。ちなみに名前はなんていう？これはスライド。スライド。はい、スライドの6フィート LST。なるほど、気になりますよこれね。ボンバーファクトリー、あの缶釣りにも侵入してくるんですよこれね。ポイントロットもありますので、ぜひ気になる方よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。これはあ、いいねいいね。もう一枚変顔して怒られちゃう。大丈夫、俺全部変顔だもんだ。OK、 ありがとう。チャンネル登録はこちら、ね、気になる動画はこちら、ね。
よかったらチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。